監督あるある。ちょっとこ、僕も塗ってみたいですね。教えてくださいやり方。ふざけんなバカ野郎。お前そんな簡単にお前よ、はい、ローラーモデルと思うね。お前ちょっと、うん、ここ塗ってないとか塗ってみて、塗らせて。あ、塗りたい。はい、ちょっと教えてほしいです。そのどんな感じなのか。あ、俺が教えてあげる。監督あるある。男監督、女監督、職人。えい、お疲れです。えい、お疲れ。お疲れです。えい、どうですか、忙しいですか。えい、忙しいて。結構住んでます。全然住んでないよ。手伝ってよちょっと。え、僕がですか。ああ、当たり前やん。監督だろお前。わかりました。はい。何しに今監督おんの。あ、すいません。はい。ああ、えい、はい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 、えい、早い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 、すごい早いな。じゃあ終わったな。はい、お疲れ。ありがとうね。ありがとう。お疲れ。またお願いします。うん、またるま。はい、します、うん、お疲れ。あ、だりーな。えい、お疲れ様です。あ、お疲れっす。えい、えい、進んでますか。まあまあ進んどんね。あ、ほんとですか。めちゃくちゃいいよ進みが。ほんとですか。あ、また持ってこい。また待った。えい、えい、えい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 。しゃあ終わったわ。めっちゃ早かったですね。さすがです。あざっす、ざっす。監督あるある。男監督、女監督、職人。あ、お疲れ様です。もう作り、うわ、めちゃくちゃ綺麗になってますね。ああ、当たり前だが。すごい。あ、やっぱ腕が。ああ、これや。やっぱ何年ぐらいやってるんですか。俺で今で130年ぐらいかな。130年。ああ、生まれてないじゃないですか。すごいですね。ああ、すげえ。生まれてないから。まあ、違う、生まれてないとかじゃなくて、はい、腕の付け方が130年。あ、そういうことですか。もう俺130年もの腕持ってるのにさ。ああ、だもんね。めちゃくちゃ綺麗なんだ。あ、そうなんですか。ちょっとこ、僕も塗ってみたいですね。教えてくださいやり方。ふざけんなバカ野郎。え、まあ、そんな簡単にお前よ、はい、ローラー持てると思うねお前。ちょっとだけ塗らしてください。無理だよお前。俺もこんな100年かかるぞお前ローラー持つのに。え、そうなんですか。ああ、頼むんだからお前。職人殴ったらかんぞお前。すいません。お、簡単に。おい、すいません。お前殴ったらかんぞ。すいません。おい、おう、簡単に触れるもんじゃないです。触れんってお前。分かったか。ちょっと勉強してきます。ああ、勉強してこい。はい、はい、すいません。100年後に触らしたら。了解です。ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。お疲れ様です。あ、お疲れ。すごいですね、さすが。めっちゃ綺麗ですね。あ、そう、綺麗。めっちゃ綺麗です。まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと、まあ、大したことないんだけどさ。あ、何年ぐらいやってるんですか、塗装。まあ、今で10年目ぐらいかな。あ、10年目、さすが。すごいですね。ちょっと、ここ塗ってないとか塗ってみて、塗らせて。あ、塗りたい。はい、ちょっと教えてほしいです。その、どんな感じなのか。あ、俺が教えてあげるわ。あ、はい。まず、はい、こう、つけるでしょ、はい、材料。はい。材料つけて、はい、こう横で配る、こうやって、はい、横で配って、はい、縦で仕上げる。あ、はい、こうやってね。そうするとこう綺麗になるでしょ、はい、あ、そうですね。そうそう、均等になってます。めちゃくちゃ均等に仕上がるもんで。うん、こういう風にやっていくんだよ。これも極意だわ。はい、了解です。ちょっとやってみる。あ、やってみます。あ、はい、ここで、あ、ここで、はい、うん、めちゃくちゃ綺麗になるから。うん、はい、塗料をつけて、はい、横に配って。そう、横に配って、うん、そう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 、いいよよ。縦で仕上げる。縦で仕上げる。うん、上手。上手ですか。あ、いい感じですか。めちゃくちゃ上手。うん、いいよ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 。監督あるある。男監督、女監督、職人。お疲れです。あ、お疲れ。あ、あ、そう、忙しそうですね。あ、忙しいって、めちゃくちゃ。あ、もう休憩ですね。あ、もう休憩の時間。はい、その時間か。休憩しますよ。あ、ちょ、ジュース買ってきてくれ。ジュースですか。あ、アイス。ジュース。何飲みます。え、何飲みますか。あ、俺ホット、ブラック。ブラック。あ、あとで若いやつはちょっと聞いてやってくれ。はい、若いやつに聞いてってくれ。あ、あ、すみません、あ、ねえわ。ない。ない。あ、ちょっと温かいで。あ、いいっすけど、うん、あの、昨日の分も。あ、じゃあ、まとめて返すわ、明日。ま、うん、前日のも。あ、それまとめて返すで。うん。マジっすか。うん。で、ちょ、はい、行ってきてくれよ、もう休憩せいで。あ、わかりました。あ、はい。入ってこい。じゃあ、早く買ってきてくれ。はい。あ、行ってこいって。はい、はい。はい、行け。はい、はい。はい、行け。はい。お疲れ様です。
あ、すごい小刻みな動き。そうそう、入らんですよ、ここ、なかなか。あー、なるほど。それこうやってやってかなかったんで。グッ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 って感じで。なるほど、はい。どうしたの今日。あ、そろそろ休憩。どうですか？あ、もう休憩。3時のおやつの時間なんで。あー、そんな時間も、はい、本当に、はい、全然気づかんかったわ。なんかもうちょっと寒いしさ、なんか飲む。あ、先生、あったかいコーヒーで。あったかいコーヒー、はい、普通にいい、先にブラック、はい、微糖。あ、微糖で。微糖ね。はい、ミルク入ってるやつ。ちょっとミルク入ってるやつね。はい。了解。あのハイボールでいいかな。あ、はい、そうですね。ハイボールでいい。じゃあハイボールも。あ、了解。ハイボールもちょっと買ってくるわ。ちょっと待っといて。監督あるある。男監督。女監督。職人。あー、やったな。お疲れです。あ、お疲れです。お疲れ。え、まだ仕事します？足りねえだろ、今。え、もう職人だぞ、俺。もう職人だぞ。あ、でも、あの、もう12時なんですけど、お昼とか取らないんですか？取るよ、もう別に飯食いてし、はい、12時、もうお昼、ご飯食べに行きますか？食べに行く？食べに行きましょうよ、ご飯一緒に。はい、いや、そこの中華あるじゃないですか。中華？はい、中華ね。あー、つくす、早い。つくす、つくす、はい、はい、何歳だ？何歳だ？僕に奢ってもらって100年早いんじゃねえのか？いやいやいや、全然自分の番自分で出します、本当に、はい、食ってろよ、ローラーは。はい、いや、行かないですか？行くわけねえだろ。あ、やってきます。今度俺に奢れよ。わ、はい、かりました。わかった。はい、じゃあちょっと僕行ってきますね、お家。はい、じゃあな。はい、わかりました。お疲れ、はい、あ、お疲れです。じゃあちょっとまだ昼飯食ったら戻ってきます。お疲れ様です。あ、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ。どうした？あ、お、あの、お昼は今日お弁当か。え、もうそんな時間？あ、もうほら、12時のランチの時間。あ、ほんとだ、ご飯だ。え、何食べたい？え、何食べたい？ あそこもおしゃれなカフェのランチ、うん、行く。あ、じゃあ行きましょう。連れてく。あ、ほんとですか？うん、全然いいよ、ディナーも行けるよ。あ、ほんとですか？行く？あ、じゃあ行きましょう。はい、行こう。レッツゴー。レッツゴー。あー、だりーな。おい、お疲れ様です。お疲れです。はい、はい。どうですか、進んでますか？めちゃめちゃ進んどるよ。あ、本当ですか？おい、早く、もっともっともっと。はい、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 は